新編武蔵風土機構は文化、文政期に編まれた武蔵国の知史、昌平坂学問所地理局による事業で編纂された。1810年に寄稿し、1830年に完成した全265巻、知史取り調べ書状を各村に提出させた上、実地に出向いて調査した。調査内容は、自然、歴史、農地、産品、神社、寺院、 名所、旧跡、人物、旧家、収族など、土地、地域についてのすべての事柄にわたる。新編とは、古風土器に対して新しいという意味で付けられている。洋装活字本には、次の三つがある。一つに、内務省地理局が編纂し、まとめて1969年に、歴史図書出版社が発行したものがある。また、大日本地史体系刊行の一環として、 小山閣から1957年に発行されたものがある。その他に地域を東京都区部、三多摩、埼玉などの地区別に分けて市役所から発行されたものもある。昌平座科学文書地理局によるこの事業では新編武蔵風土機構の他に1830年に飛行し1842年に完成した新編相模国風土機構も編纂された。 国立国会図書館デジタルコレクション第2本知事体系第5巻第15巻第35巻ありがとうございます